今年のストーブリーグの王者、早くも楽天で決まりか。楽天、マー君流出、辰巳義塾、茂木移籍、ジャッカル逮捕。これはもうストーブリーグの王者。黒木団逮捕、2回目。山下逮捕も忘れんよ。あの GM 復帰。X で、茂木の移籍より、黒木団逮捕の方がトレンドになってて草。今1年で首。ストーブリーグの上昇球団。胸山とんでもない、チームに選ばれてもうたな。マジレスしてすまんが、これからもっと出てくる。ジャッカルとか、ユーデータを知らない、データクリアがなぜか、楽天ファンに大人気って、構図面白すぎて、好きだったから残念。野球知らん、奴らがファブル想起してて草生えた。胸山無償トレードしろ。ジャッカルのせいでネット掲示板における、パリーグコミュニティ壊滅した、からざまあしかないわ。シーズン諦めて、毎年、オフシーズンの優勝狙ってるよな、立浪も消えて独走やん。東北という地味な立地で、かつ歴史も浅いのに、なんで、こうも変なのが集まるんだこの球団。中日はやってることはともかく、一応強くなろうとやった結果だしな。開幕前再開予想が多い中で、就任1年目で、交流戦優勝に、シーズン4位で、首はかなりポイント高いやろ。2年契約の1年目で監督を解任した事実が割って入ることすら、できないの強すぎる。11月からが、シーズン本番の球団。